ジョナサン・オーマー・サンチェスは、プエルトリコ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2019年現在は、メキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズ所属。2004年の MLB ドラフト27巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、プロ入り。2006年5月28日にメジャーデビュー。その後、リリーフとして22試合に登板し、 防御率1.37を記録。球団は7月29日にサンチェスをマイナーに降格させ、先発投手として調整させることに、セプテンバーコールアップで再びメジャーへ昇格。9月6日にメジャー初先発を果たし、閉幕までに4試合に先発。2007年のシーズン開幕前に発表されたベースボールアメリカ誌の有望株ランキングでサンチェスは、 ジャイアンツ参加でティムリンスカムに次ぐ評価を受けた。2008年は先発投手として29試合に登板。2009年はシーズン開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に選出された。シーズンでは先発投手として登板していたが6月22日時点で2勝8敗、防御率5.54と不調で、 リリーフに配置転換された。しかし、ランディ・ジョンソンが故障者リスト入りしたため、7月10日のサンディエゴ・パドレス戦で先発として登板することに。試合は、フアン・ウリーベが失策を記録したため、完全試合はならなかったが、打者28人を無安打、無支球で、ノーヒットノーランを達成。2011年11月8日に、 メルキー・カブレラとのトレードで、ライアン・バー・デューゴと共にカンザス・シティ・ロイヤルズへ移籍した。2012年は先発ローテーションとして起用されたが、1勝6敗、防御率7.76という成績だった。2012年7月20日に、ジェレミー・ガスリートのトレードで、コロラド・ロッキーズへ移籍した。10月29日に、FA となった。2013年2月6日にピッツバーグ・パイレーツと、 契約した。5月8日に放出された。5月15日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。メジャーでの登板機会はなく、参加のトリプル a 級アルバカーキアイソトープスでプレーした。11月5日に FA となった。12月19日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。2014年は参加のル a 級アイオワカブスで開幕を迎えたが、 一試合のみの登板に終わり、7月2日に FA となった。2015年シーズンは所属チームがなかったが、オフにプエルトリコのウィンターリーグに参加。2016年2月1日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだが、3月18日に FA となった。12月24日にフルス・ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2017年3月20日に、 FA となった。その後、所属球団なく、オフに、プエルトリコのウィンターリーグに参加。2018年6月30日に、独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。2019年は、メキシカンリーグのサルティーオサラペメーカーズと契約。ありがとうございます。